警視庁には犯罪情報の収集や分析いわゆるプロファイリングを行う専門警察官が配備されていますこのプロファイリングを分析官自らが事件現場に出動して行う捜査チームが今日発足しました分析捜査班別名モバイルチームは分析官一人に捜査員4人の5人1組で編成全国初の試みとなります これまで防犯カメラの解析や目撃情報など犯罪情報の分析は主に警視庁の本部で行われていましたが今後は事件発生と同時にモバイルチームが事件現場へ直行所轄の警察官と情報を共有しながら警視庁が持つデータベースを持ち出して事件の解決を目指すことになります分析官が現場に行って掴み取る情報を捜査に生かそうというのが狙いで今後は殺人や暴力団事件 死亡引き逃げなどの重大事件や複数の署が関わる事件などに活用されるということです。